第8次長期滞在は国際宇宙ステーションへの8回目の長期滞在である。第8次長期滞在機長のマイケル・フォール、フライトエンジニアのアレクサンドル・カレリ、欧州宇宙機関のペドロデュークは10月20日3時16分にソユーズ・トママイナス3と国際宇宙ステーションをドッキングさせた。ドッキングの時点で両方の宇宙船はロシアの真上にいた。 第7次長期滞在基調の乗組員が離れると、ホールとカレーリは6ヶ月以上に及ぶステーションの操作とメンテナンスを始めた。ステーションの新しい乗組員は、リュークと共に2003年10月18日1時38分にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。第8次長期滞在基調の乗組員は、ISS では初めての2人による 宇宙遊泳を行った。以前の ISS の乗組員によってなされた宇宙遊泳とは異なり、宇宙遊泳の際に、ステーション内には乗組員が一人も残らなかった。宇宙遊泳はピアースを起点として、ロシア製のオルラン宇宙服を着て行われた。ISS の組み立て、操作、維持のために行われた52回目の宇宙遊泳で、合計時間は322時間32分になった。 ステーションの外に出るのは27回目で、合計時間は155時間17分になった。マイケル・フォール、青のストライプ・アレクサンドル・カレリ、赤のストライプ・マイケル・フォール、アレクサンドル・カレリ継続時間、3時間55分開始時間、2004年2月26日15時17分終了時間、2004年2月26日19時12分、 カレリの宇宙服の冷却装置が不具合を起こしたため、この宇宙遊泳は計画より短縮された。宇宙遊泳は早く終わったが、ホールとカレリは予定された仕事をほぼすべてこなすことができた。一番目の仕事は物質を微小重力中に長時間さらした影響を見る実験のサンプルをセットしたカセットの交換だった。後に、ホールは ズベズダに付けられた二つの同じようなカセットも交換した。マトリョーシカと名付けられたロシアの実験装置がズベズダの外壁に取り付けられた。これは宇宙飛行中の人体がさらされる放射線のデータを集めるものである。また宇宙航空研究開発機構の実験装置ンパックシーズも取り外され2番目の装置が付け替えられた。 この実験は小水星の衝突の影響と宇宙空間にさらした物質を調べるものである。この装置は2001年10月15日に第3次長期滞在の乗組員によって取り付けられたレーザー光再起反射装置をズベズだから取り外すことはできなかった。この装置は2008年に 初めて ISS に飛行した欧州宇宙機関の欧州補給機の誘導装置として実験されていた。また、クロムカと呼ばれる材料の実験も実施できなかった。この実験では、ズベズダのジェットエンジンの点火から放出される残留物の量を測定するものだった。コールとかレリは、ソユーズトママイナス4で、第9次長期滞在の乗組員がやってきた9日後、 欧州宇宙機関のアンドレカイパースと共に2004年4月29日にソユーズトママイナス3で ISS を離れ地球へ帰還した。ありがとうございます。